待たせ。明日はね、そう、生誕祭なんですよ。ね、生誕祭3年ぶり？本当は私のファンのみんなに来てほしかったけど、これって聞くのかな？気休めみたいなとこがあるから。明日生誕祭来てくれる人。はーい。体調崩したら大丈夫？引くと思います。はーい。嬉しい。そうなの、こたつ、こたつというか、こたつも出したんです。いつもメイクが上手。すっぴんです。唇だけ塗ってる。今日はまつげのパーマもいったから。あ、うるせえ。ちょっとね、外がうるさかったので音をオフにしてた。そう、今日はね、美容デイだったの。美容バッチリさん、そう、パリジェンヌよく知ってるね。パリジェンヌつけ、今日はサウナも行って、あ、ネイルも変えたんだ。なんか見て、こ、あのお気に入りポイントがこれ、なんかチェック、クリスマスっぽいでしょ？お正月まで持つかなっていう感じなんですけど、ちょっとラメを多くしてもらった。マグネットネイルっていうらしくて、これ、あ、画像だと伝わらないかな、動画だと。可愛いでしょ？ 明日これでマイクを、こんな持った時に見てみてください。
もういつもね、基本的にキラキラなんだけど、ちょっと今日は白とか、白を塗ってもらって、ちょっと冬っぽくしてもらいました。笹目雪って感じですかね。自炊できないでしょ。自炊はあんまりしないので あんまり一人だからあんまりご飯は作らないので大丈夫です 生誕祭で卒業発表しないですか？しないです。それはもうね、もう本当にしないから、これでもうするなんてことないから、本当に安心して。だからみんな明日は安心して、オンデマンドとか劇場に足を運んでください。本当に、なんかね、やっぱ3年ぶりだし、この時期だし、エイトもう休止だし、みんな心配してるんだけど、申し訳ございません。まだいさせてもらいます。はい。髪型はまあ、おろし系かな？ハーフアップか。ハーフアップか、な？ハーフアップか、普通におろしで巻きかな。私はね、そう、生誕のスピーチ、ちょっと今年頑張るって決めてるんだ。生誕のスピーチさ、3つ聞かれるのよ。1つ目が、23歳の年は、今24歳なんだけど、23歳の年はどういうな年でしたかってまず聞かれて、23歳は、言わないんですけど、ここで。23歳というか、もう24歳も、時間が経っちゃってるんですけど、なんと3年ぶりということで、3年間を振り返りますって。3年間はちょっとざっとね、長くならないようにちょっと振り返っていきたいなって思ってる、明日は。で、24歳の年はどうしていきたいですかって聞かれて、うーんって答えて、最後ファンのみんなへ。けどちょっと考えてたんだけどさ、思い出、その3年間何の仕事があったっけって振り返るのより、ファンのみんなへのその感謝の気持ちをの方のスピーチの方がどん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 言葉が出てきて、3年間どんな年でしたかっていう方が全く今できてなくて、やばいの。しかも明日のね、書いてあるんだけど、明日のメンバーで私が一番年上なんだ。だから何ってね。だから何ってね。でも初期面がいてよかった。だから、そう、まだバッチリじゃないんですよ。でもなんか、考えておいてもさ、その場で出てくる思いとかあるじゃん。だからちょっとある程度考えてっていう感じにしようかなって思ってる。お姉ちゃんでしょ？そうなの、お姉ちゃんなんですよ。今日はそう、それで、まあ、サウナ行って、ネイル行って、まつげ行って、あと顔のエステ行ったんだけど、
顔のエステ行ったら私のファンの女の子が通ってくれてるって言って、私きっかけでめっちゃ嬉しかった。私と同じ、私が担当してもらってるその顔ね、フェイスをやってくれてる方がいるんですけど、その人がね、ファンの子通ってくれてるよって言ってて、ヒダイヤちゃんに憧れてきてるんだよって言ってくれて、なんか嬉しかった。めっちゃ忙しかった。だから今日ね、一日何も食べてなくて、さっきご飯食べ さっきご飯食べたい。いや、最初お風呂入ろうかなと思ったんだけど、なんか髪とか乾かすと時間かかるから、先やっちゃおうと思って。クリスマスの日、ハイフ予約した。そう、ハイフっていうなんか機械当てて、なんかちょっと小顔にするやつなんですけど、今日もすっきりした。これ好き。韓国のファンの方？ありがとう。ひだじょ。そう、なんか私のファンの女の子が増えたから、女の子のファン、ひだじょ、ひだじょにしようかな。男性はひだおた、女の子はひだじょ。最近グミを、なんかめっちゃ硬いグミを舐めるのが好き。21歳の韓国のファンです。1ヶ月後のひだりともさんとお話し会楽しみです。嬉しい。お話し会、お話し会だって。あ、明日の13時まで最終受付なので、1月15日のお話し会は明日が最後だから、みんな待ってます。ひだりじゃなくてよかった。じいじゃないのよ。今日ポチッと追加しました。さっき申し込みました。ありがとう。嬉しい。あー、グミ噛んじゃった。今日メール来た？昨日やっぱ届かなかったみたいでね。今日は双子座流星群が見られるんだって。え、そうなんだ。私は獅子座。17日当たったよ。あ、17日はそう、チーム B 公演、あんまり告知してなかったんだけど、チーム B 公演も結構ね、みんな当たってて、ありがとう。ひだじょになってから美意識上がった。嬉しい。なんか私もちょっとそれを、その言葉を胸にもっと美意識上げて、みんなに憧れられるような女の子になりたいな。21のドル分けを出演しますか？もちろん。あ、
はい、出演します。もちろん出演しますっていう時になんかさ、シリやっちゃってさ、シリもちろん出演しますってさ、ちょうどシリがね押しちゃってたの。そしたらね、よくわかりませんね、出てきた。あ、え、17結構当たってる人いるね。なんかすごい嬉しいな。なんかさ、どうしよう。スピーチ笑っちゃいそう。なんかさ、すごい。だって、私ってさ、ちょっと、敬語であんまり話せないから、敬語で話すとめっちゃ緊張しちゃうの。だからもうタメ語でいいかな。みんなさ、今日はありがとう。みんながこうやって来てくれるとさ、とか言った方が、なんか緊張しないし、ショールームで喋ってる感じがしていいんだけど、やっぱりデスマスだよねって思ってて、今日メモにさちょっと書いてて、いやなんか敬語で言うのなんからしくないなと思ってダメ語でいいの。シフト変更して21休みにしたんだ。お、じゃあ会えるね、当たったら。そう、シリはまだ知らなかったみたい、21日。シリのが頭いい。キャンマチは当たるのよ。タメ語でいいの？あ、時にはタメ語で。でも明日来てくれたファンの人、ひだおたにはあのちゃんと目を合わそうと思っているから、まあ毎回目合わせてんだけど、毎回目を合わせてんだけど、そう、あの みたいな感じで。みたいな感じで一人一人にやろうかなと思ってます。いつも通り気持ちと伝わるんじゃない、なんかね、まあその時の気分で、うん。明日の主役はあやちゃんなんで、そんなこと言ったらなんか緊張しちゃうから、自分は主役なんだけど主役じゃない、いつも通りって思ってする21日、みのりちゃんが当たりますように。あ、さっきのことお友達、一緒に来てね。なんか明日ペンライト持ってる人は、うちはない人はペンライトで、両方でも嬉しいけど、ピンクと紫だから。なんか私さ、ピンクと紫のペンライトを持ってる人がなんか B 公演かなんかでいてね、めっちゃなんかこう指さしてたんだけど、なんか私のファンの方じゃなくて、恥ずかしかったんだよな、この間。なんかすごい、みんなギフトありがとう。 MC 回しもいつも通りなんじゃないかな。あのユニット明けのさ、いつもイエーイって、あの君は僕の火星が終わった後イエーイって出てきてからさ、あのユニットを全部言って、聞いていただきありがとうございましたって言うんだけど、あのそれはいつもユニットがずっと思い出せなくてさ、あのちょっと今練習していい？そこだ。お、
くよ。イエーイ。はい。フルーツスノー、マリア、彼女、純愛のクレッシェンド、君は僕の風の5曲を続けて聴いていただき、あー待って、もうここで噛んだらダメだ。いくよ。イエーイ。はい。フルーツスノー、マリア、彼女、純愛のクレッシェンド、君は僕の風の5曲を続けて聴いていただきありがとうございました。はい、というわけでですね、そこの仕切りは多分私かな。なんか仕切りとかも決まってないんだけど、なんか誰が仕切るとか決まってなさすぎて、じゃあ左やでってなんか最近言われることが多くて、なんか自信なくて、無理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 みたいな感じでいつも言ってたんだけど、なんかやっぱチーム B で結構さ、こう喋ってることが多いから、8でもあ、じゃあやるってなって、なんかこう仕切ることが多いけど、なんかさ、ちょっとさ、私ってさ、こう喋り方さ一定じゃん。なんか感情なさそうって言われるんだよ。感情あるんだけど、だからなんか大丈夫かなってたまに思うんだけど、ステージで噛みそう。あ、絶対噛むよ。だって噛まなかった声ないもん。え、またダンスバトルする。え、ダンスバトルか、あ、右か左で飛ぶやつ。いいよ、左屋に合わせよう、左屋に合わせようみたいなやつでもいいかもね。え、そうなの、ダンスバトル結構グダグダになるから。でもそこの MC 多分ルンバいるから、あのユニット明け、ルンバ面白いし、ちょっとルンバに任せた。特別な日はメンバーのヒダヤ愛をいっぱい聞きたい。でも、まあ、私生誕祭の時ってみんな盛り上がってくれるから、 MC とかあんまりみんな不安がないの、メンバーって。そうそうそう、ルンちゃんとジュンクレできるの嬉しい。ルンバ初めて。あ、この間ね、あれやったやん、なんだっけ、12日にフェス、その日にまあリハしたんだけど、お昼ぐらいから。その時にルンバも雫公園の自主練してた。お手紙ね、お手紙誰だろう。てか私のこと書いてくれる人いるのかな。ママだったら確実泣いちゃう。でもママ、お母さんから手紙来るなんて人いなくない？メンバーでしょ大体。明日の公演楽しみすぎる、オンデマンドで見ます、ありがとう。ねえ、本当はね、私のこと好きなみんなに来てほしかったんだけど、
え、ママだったらもう私は絶対泣きます。もうここで言ってくけど、ママだったら絶対泣くけど、ママなんてことは多分ないと思う。私の予想は七瀬かマリア 七瀬かマリア。生誕仕切りはレイちゃんかな。パパから手紙だったらもっと泣いちゃうよ。パパなんてなんかさ、ここあんまり喋らないっていうか、酔っ払わないとあまり喋らない人で、酔っ払うとめちゃくちゃ面白いんだけど、酔っ払わなくてもね、すごいいいパパなんで、そうなんですよね。弟？弟も泣いちゃう まあ家族はもう絶対泣いちゃうんだよ。全然実家帰れないしね。お正月は帰るんですけど。お正月早く帰りたいな。だってさ、スタッフさんがさ、ママに言うってことでしょ？あやかさんの生誕祭なんで手紙書いてくださいって。お正月1日か2日しか入れないんだよね。そう、2日も入れないかもしれない 3日ね、あれがある。なんかニューイヤーパーティーフェスみたいな。初期面だった気がする、ほとんど。27日もフェスあって、3日もあって、みんなと会えるから楽しみだよ。あ、今日ね、ディズニーのリールあげたの。ちょっと最近行ってきたんですよね。ほら、ディズニーはやっぱマスクしなきゃいけないからさ、マスク付きだけど、見てね。なんかその仲いい友達とリールを取り合ってて なんか乗り物あんまり乗れなかったんだけど、美女と野獣が2時間待ちとかで2時間最初に並んで、まあ、美女と野獣をメインに行ったから、うちらは2時間並んで美女と野獣乗ってからリールをお互い取り合ったって感じ。なんですよね。そう、TikTok もあげた。でも、もう美女と野獣本当に感動したから、みんなも行ってみてください。もうインスタに投稿する写真
がなくなってきてやばい。TikTok に投稿しちゃうね。カラコン何使ってますか？カラコンはレビアのシアーセーブルっていう種類カラー。リメンバーミーのやつ、え、いったあれでしょ、フィルファーマジックにリメンバーミーが追加されてるやつ、いった、めっちゃ良かった。え、お金払って、え、ファストパスですぐ乗ったの？え、なんか今ファストパスってお金払わなきゃいけないのをこの間知って、え、すごい、一緒についていけばよかった。そしたら2時間も並ばなかった。じゃ、待ち時間とかも結構写真を撮ってて友達と。夕方から行った時友達と並びたくなくて2000円、ああ2000円なんだ、2000円だったら、2000円だったらポップコーンとターキーレッグと飲み物買える。あ、ターキーレッグとビール買えるわ。だから私はファストパスを使うってぐらいだったら、寒さに我慢して並んで乗ったらビールとターキーチキンを食べる。ターキーチキンとビールを飲みました。ビール、最近というかビール飲めるようになった。指長い？そう、私指めっちゃ綺麗なんですよ。自分で言っちゃうけど、自分の手好き。骨張ってる、ちょっと。なんかビールってやっぱ喉で感じるものじゃないですか。うん、みんなも喉で感じてほしい、本当に。TikTok にハートとコメントしてよ来ました、ありがとう、嬉しい。明日は生誕祭だけど、なんか全然緊張してないんだよね。なんかスピーチちょっとなんか3年分何話していいか分かんないもん、逆に多すぎて。ファンのみんなへはたくさんあるんだけど、コメント来てるかな。
か最近さ全然バズらないの。そうなの、再生回数が伸びない。お、皆さん TikTok は右側のシェアで再投稿してくれると広がります。じゃあここで見てる人絶対やって。約束な。右側の視野で再投稿だって。今日からやろう、みんな。クリスマスっぽいリールみたい。クリスマスっぽいリール取りに行かなきゃ。最近はね、やっぱお仕事忙しくてね。明日髪型何がいいと思う？なんか私は思ってるのは、おろしで、まあ、ちょっと毛先巻いて、まあ、いつもの巻きな感じで、で、フルーツスノーの時はツインテールにする。で、ジュンクリの時になったら取って、おろしが一番いいと思うんですよね。やっぱ無難に。あ、この間ちょっとハーフアップみたいなのしたけど。だって明日一番年上なからさ、ちょっと年上っぽくおろしにしようかなって。高めのポニーテールも好きです。ポニーテールね、でもカチューシャだからさ、最初。ジュンクレイはさ、ポニーテールって感じしないよね。ポニー。フェスの髪型は、ハーフアップ。高めハーフアップだった。待って、なんかカニテレビでカニ剥いてる。 めっちゃ美味しそう。よだれが出ちゃいそう。明日はみんなの笑顔を見るためにパフォーマンスするからね。テレビ見てるだけで可愛い。本当にこうやって。いやー、お正月ね、実家でもおばあちゃん家でも毎回カニをいただけるので、我慢します。カニ姉ちゃんだから。カニ姉だから。いい席に行けますように。いい席にぜひ座ってください。なんかさ、スピーチ
大丈夫かな。まあなんとかなるっしょ。あんま考えすぎない方がね、人生うまくいくんだよ。だからみんなもね、仕事で考えすぎちゃダメ。なんとかなります、人生ってのは。疲れた時にチョコラ BB。 ビタミン B2 とアミノ酸がいいのかな。明日は平屋のことしか考えてないです。じゃあお風呂にそろそろ行こうかな。みんな明日は楽しもうな。まあ、夕方公演だから明日もお昼くらいも寝ます。お風呂なう、私もお風呂行ってきます。バイバイ。じゃあ明日はみんなに、みんなとまた一つ思い出が作れたらいいなって思ってます。サウナは明日は行かない、今日行ったから。今日行って今日はもうなんかヘトヘトなので寝ます。じゃあランキングを読みたいと思います。1位カモちゃん、2位キャプテンアクアさん、3位ヨダトモさん、4位ナハハンさん、5位大粒ちゃん、6位トヨフェス111さん、7位ピアノマンさん、8位プリンさん、9位ピータさん、10位かっちゃん、11位ノブさん、13位アキラさんです。ありがとうみんな。じゃあ明日楽しみにしてるね。ありがとうみんなも。明日私のファンの方はね、私から見える位置に座ってくれたら見つけやすい。もうどこでも見つけるんですけど、座ってくれたらいっぱい見ます。自分のファンしか見ない、明日は。行けるように祈ってます。神社でお参り。じゃあ生誕祭来れない人はオンデマンド約束な。じゃあみんな明日はお楽しみに。バイバーイ、おやすみなさーい。